3枚の折り紙を使って折ります。まずは体の部分から折っていきます。色のついた面を内側にして、折り紙を四角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。 開いて右の角を中心に向けて折ります裏返して反対側も同じように折りますこれを上から開いて このように正方形に折り替えます。そして、下の紙1枚を上の角に合わせてめくります。その紙をさらに正方形の中心に向けて折り返します。これを下に閉じます。 右側の一枚を左に閉じてこの部分を真ん中の筋に合わせて折ります折ったらこれを右に閉じ直します反対側も右に閉じてこの部分を真ん中の筋に合わせて折って 左に閉じ直しますこれを裏返してこの部分を真ん中の筋に合わせて折ります反対側も同じように折ります上の三角も 軽く下に折って開いて折り筋に沿ってひし形に折っていきますこの上半分を下に閉じます裏返して下の先 カドを,をこの紙の切れ目に合わせて横に折ります反対側も同じように折ります上の角を下に大体いい1センチくらい折りますちょっと紙が硬いですがしっかりと 折りますそしてこの横の折り筋に横の折り筋の5ミリぐらい上でさらに下に折りますこれを裏返して下側の先っぽを上に向けて折るんですが 大きすぎたか。下ろして、この角と合う位置で上に折り返します。ここがまっすぐになる位置です。上の先っぽを小さく下に折ります。表にして、 これで体の部分は完成です次に腕の部分を折っていきます色のついた面を内側にして折り紙を四角に半分に折りますこれを 開いて今ついた折り筋に下と上を合わせておりますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて。 今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。開いて九十度回してこちら側も三角に半分に折ります。 これも開いて、この部分を開いて内側の折り筋に合わせてこのように折り替えます。反対側も同じように折ります。 この三角を立てて中を広げて正方形につぶしますすべての三角を同じように正方形にしますこれを裏返して横にして 右の角で左に半分に閉じます。そして左側の紙、角2枚を中心に合わせて、ちょっと硬いですが、2枚とも折ります。これを裏返して、この部分の紙を角を上まで めくります。下側の正方形も同じようにめくります。もう一度裏返して、この部分を真ん中の筋に合わせて、このように折ります。反対側も同じように折ります。 これで腕の部分は完成です。もう一枚の折り紙も同じように折ります。 これを体と組み合わせます。これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。頭の部分のナットに 丸を書いて、中に小さく目の丸を描きます。体の真ん中にもナットの六角形があるので、それを描きます。 これに色を塗っていきます。黄色いマーカーで顔の部分を塗ります。胸の部分も黄色いマーカーで塗りつぶします。濃いグレーで真ん中のナットを塗ります。細いペンで目を縁取りします。これを ホチキスで髪の隙間から貼り合わせますもう一方も肩の位置を合わせて髪の隙間にホチキスを入れて貼り合わせますこれでメルメタルの完成です